NLP 2017を通しての感想を自然言語処理研究室の西山から発表させていただきます。まず会場は、まあ、筑波大学の春日キャンパスだったんですが、オープニングセッションで、今回の大会の傾向、去年に比べての傾向が紹介されていたので、それに関連付けながら簡単に説明させていただきます。昨年に比べて3つの分野に関する研究が増加したそうです。1つ目が言語資源の作成で、去年が18だったのに対して今回は28件の投稿があったそうです。でこの理由なんですが、まあ、個人的な考えなんですが、今年から言語資源賞が新設されたので、この言語資源を作ったことによって認められるという、その結果が得られるっていうのが人を引きつけたのかなというふうには思いました。また、より複雑な解析、例えば文書要約であったり共産書解析だったりといった、その今までのコーパスからでは取れないような情報が必要になってきたっていうのがあって、そういった意味で例えばこのこの2つが例に挙がってるんですけど、この下のこっちが確か優秀賞か何か、違います、言語資源賞を受賞された研究だと思うんですが、そういったふうにしてより複雑な解析に必要なコーパスを作るために今回いろんな発表があったんじゃないかなと思ってます。また対話とか機械翻訳を研究するために、やっぱりその今まで資源が必要だったんですが、それをさらに増やしていこうというのが多くて、例えば日本語の日常会話コーパスというふうにして、こう国語圏の方が作ってらっしゃるんですが、今までこれといったスタンダードな対話コーパスというのは今までなかったので、そういったものを今後作っていこうというは、そういう流れなのかなというふうに感じました。また逆翻訳による高品質な大規模、翻訳コーパスといった意味で、この今まであんまりそのコーパスはあったんですが、この高品質なコーパスを大量に作るというのが非常に難しかったので、そういったものを作っていってさらに精度を向上させようみたいな、そういった流れがあったように感じました。また一番増えたのは機械翻訳で、これはもうおそらくというか、ディープラーニングを使った機械翻訳、ニューラルネット、マシントランスレーションですかね、 NMT のニューラル機械翻訳が非常に盛んになってきて、そういった提案の手法だったり計算コストを下げて、何でしたっけ、ちょっとどの研究か覚えてないんですが、確かその、もっとものすごく計算コストを落として、時間を、計算にかかる時間を減らしていっぱい研究を回そうみたいな研究もあったので、そういうディープラーニングを使った研究もそうですし、ディープラーニングを使う人向けの研究といった2つの研究がすごくそういったものがあって、そういった意味ですごく増えたのかなと思いました。あと最優秀賞はこのニューラル機械翻訳での役抜けした内容の検出ということで、やはり機械翻訳の研究が最優秀賞になってました。あとそんなに増えてはないんですが、文生成も増えていて、これは文生成というか文書要約とか対話部の先生だと思うんですが、このプロットとショットの対応付けによる映画要約って書いてあるんですが、これ映画のそのキャプション、映画のなんていうんですかね、その場面ごとのキャプションみたいなのがあって、そのキャプションを使ってそのキャプションの方を要約するっていう、で最終的に要約したどの文章を使うかっていうのを選択して、その選択したもともとのその元の画像っていうんですかね、画像をつなぎ合わせて最終的に映画を要約しようという、研究だったみたいなんですが、こういったこう要約といってもただ文章を要約するだけじゃなくて、文章と何かを関連付けて要約するみたいな研究も行われてました。また普通に、ニューラル自動翻訳や要約モデルとか、そういったディープラーニングに、あとニューラルネットワークに基づいたものも行われてました。またオープニングセッションだと、この言語資源の作成と機械翻訳と文生成のこの3つの分野が増えたというふうに言われてたんですが、個人的に研究じゃないや年次大会を通して増えてると思ったのは、固有表現抽出が非常に増えてると思って、機械翻訳を行う際に道語ってなること、あと固有名詞となることが問題になってくるので、そういった対処、今まで通りの問題提起と、あとツイッターだとかブログといった部分にその観光資源として使おうみたいな、そういった研究があった場合に、そのやっぱ地名だとか人名だとか組織名が非常に多く出てきてしまって、そういったものに対する対応どうしようかっていうことで、こういう表現抽出、タイトルには入ってないんですが、内容的にはこういう表現抽出を一部やってるみたいな、そういった研究もありました。また、言語資源の構築ということで、こういう表現の言語資源作るとか、そういった、研究もありました。また、さっきちょっと言ったんですけど、観光だとか教育が非常に増えたと思っていて、特にポスター発表ではツイッターとかブログを用いて観光を補助するための研究が多かったように感じます。例えば
旅行ブログ記事から観光地の傾向の自動分析、新聞などだとまあ、東京周辺だとか、まあ、有名な観光地はもちろん取り上げられるんですけど、もっとマイナーな観光地ってあんまりその情報がなくて、まあ、かといって本から取ってくるってなると非常に大変だったりとか、歴史を調べるといっても大変なので、個人のブログだったりツイッターからそういったものを取ってきて、なんかある程度可視化してそれを発信しようみたいな、そういった研究だったり、テーマを持つ観光地っていうのは、例えばなんか織田信長だったら織田信長に関連する土地を順番に回りたいっていう、その、旅行ツアーみたいなものを組むときにそれを自動的に、組んでみようとか、そういった取り組みが行われてました。こういうなんか、ちょっと、応用先というか、言語処理の応用先の分野もちょっとずつ増えているのかなと思いました。また面白かった研究としては、これ、去年のヤンズでも報告されてたんですけど、視線情報、アイトラッキングを使って、その対象とする述語とその述語にかかっている単語がどれなのかというのを視線情報を使って探すという研究があったんですが、まあ、この研究自体も面白いんですが、去年のヤンズではその、例えば視線情報を取るときに、その人によっては、まあ、見るは一応見はするんだけど、それは正解じゃなくて間違ったものの対応を取ってしまっていたみたいな、であまりその精度が良くない人の情報は使わない方がいいんじゃないかみたいな提案を、去年のヤンズでされてたんですけど、今回それがちゃんと修正されていて精度がちゃんと向上していたという、そのなんていうんですかね、当たり前なんですけど、前回の、結果が今回にこう生きているというのがすごく面白いなと思って挙げさせていただきました。もう一つは画像、分生成、手法を援用した、画像刺激時の脳活動の説明分生成なんですが、これはまあ、タイトル通りでディープラーニングを使ってその脳波から文を生成しようという取り組みで、まあ、そんなんできるのかなと思ったんですけど、まあ、中身は、画像とそのキャプションを使ってまずネットワークを生成して、それを学習者のネットワークを生成して、それと別にノウハウを使って、なんか そこをうまいことこう情報をくっつけて最終的に出力するという、なんか最終的にはもともとのその人が見ている画像と、その見ている画像のキャプションと、その人のノウハウの画像と3つが必要なんですが、そのこれで手に入る情報としては、例えば時計の秒針、例えばこういう時計が1つ画像であったときに、それを画像として見るとただのその円の中に棒が2本入ってるだけみたいな、そういった情報になってしまうらしいんですけど、この人間の場合だとそれがもう時計であることが見た瞬間分かりますし、それは秒針で長針で今何時っていうのが一瞬で分かると思うんですね。そういった情報を一応脳波から今回は取ることができたということで、今まで言語からだけしか見てなかった部分が画像を見ることでなんか新しい情報が得られたりとか、そういった意味で今までなかったような情報を取ってこれるということで、個人的には面白いんじゃないかなと思ってます。ただ脳波って一人一人波形が違うらしくて、確かこの人だと3000何百波形を一人で取ったらしいので、まあ、その人の負担が非常に重くて、あまりそのデータを増やすことが難しい、でデータを増やせば精度が上がるかもしれないんだけど難しくて、今後それが課題だというふうにおっしゃってました。ただまあ今後もなんか面白そうだなということで挙げさせていただきました。またその他個人的な感想もろもろなんですが、年次大会に参加する大学が非常に増えたと思ってます。企業さんももちろん増えたんですが、例えば鳥取大学だったりお茶の水、まあ、去年もあったんですけど、まあ、そういった大学が非常に増えていて、なんかすごい盛り上がってて楽しいなというふうに感じました。また去年のツイッターからの感情分析が非常に流行ってたと思うんですけど、それから応用されたレビュー分析だとか、レビューの分析だとか、先ほどの観光補助だとか、そういったその若干応用した分野っていうのが非常に盛んになってきたのかなというふうに思いました。また懇親会だとか若手の会で年齢の近い知り合いを、作ることは非常に重要だなと思いました。去年あまり作ってなくて、今年来た時に誰にも話せなくて非常に困ってたんですけど、一回懇親会に行ってみたりすると非常にもうその場で話せる相手が増えたので、そういったものはすごくいいなと思いました。またこれ面白かったんですけど、起業したい方がいらっしゃって、同じぐらいの学年なんですけど、僕がいろんな人に質問をしていたのを聞いて、声をかけていただいたらしくて、そういったことでこういう場でも、まあ、もしかしたらそういう起業したい方がこう紛れている可能性があるので、いい質問をするといい反応が返ってくる可能性があるので非常に面白いなと思いました。またスポンサー関連でスポンサーブースに行った時の感想なんですが、今回ブースを出展していたスポンサーの企業の多くで対話型 AI を作っていました。ただその使い方がいろいろあって、例えばもちろんそのレコメンドみたいな商品を勧めたりとか、そういうものはもちろんあるんですけど、チャットをするときに
一人でチャットをすることはまずできないので、誰かとチャットをするツールがもちろんあると思うんですけど、ただその誰も相手がいなかったりとか話の合う相手がいなかったりするとすぐ廃れてしまって、それと作った側も寂しいので、その中に AI を混ぜて会を盛り上げようとか、そういう僕らからすると結構難しいんじゃないかなと思うぐらいの内容をされていることが多くて、そういったところでやっぱり今の言語処理やってる人が欲しいという話をされてました。また企業でも言語処理の必要な分野がそういった、例えば今の対話型 AI も含めたそういった分野が増えて非常に人手が足りないという話をどの企業でも聞きました。またビッグデータはあるんですが、それを活用するための人材がない、そもそも今まで活用してこなかったみたいな企業さんがいらっしゃって、それもやはり欲しいという話をされてました。あとは個人的に最初にここの学会に来て初めて思ったのが、その広告をいただくんですけど、その広告の中に言語資源に関する広告が非常に多くて、去年はもちろんあったんですけどそんなに多くはなくて、どちらかというとインターンとかそういった話が多かったんですけど、今年は、この言語資源を誰でも使っていいですよみたいな、そういった、広告が非常に多くて、僕らに期待されているなという、そういうなんか注目されているなというふうに非常に感じました。また今年から新規で参加する企業さんが多くて、それは当たり前なんですけど、スポンサーの数からして当たり前なんですけど、ただ懇親会に今年から初めて参加するみたいな企業さんが非常に多くて、そのスポンサーブースにはいないんだけど懇親会だけ出ましたみたいな企業さんが非常に多かったので、そういった意味でその友達を増やすのもあるんですけど、企業さんとの交流を深めるという意味でも懇親会非常にいい場だったなというふうに思います。あとお酒も美味しかったです。以上になります。ありがとうございました。